こんちはホルミでーす。トイズキングの謎の助っ人外国人、今日ご紹介するのはIt's me, Mario でございます。台東さんから出た UFO キャッチャーの原因です。時を感じるわ、これは割と。これ音硬いプラスチックです。今のソフビっていうか柔らかいね、割と柔らかいプラスチックなんだけど、これもハードプラスチックです。 PP です。プラスチック、ごめんなさい、プラスチック工場に働いてたんで、ちょっとした用語です。背中に穴が開いてます。こんな感じになってるんですね。かわいそうなマリオくん、でもお腹がぷっくりかわいいよ、真正面からは。で、足がね、残念なことに変な方向に曲がって、これぐらいしかやれません。足がすっごい角度、なんじゃこれって、こんなこともできる、ブレイクダンサーみたいな。斉藤さん、ちょっとどうしたのよ。昔こういうフィギュアっていうかおもちゃしかなかったのかな。多分80年代かな、90年、80年、まあ調べてみます。何でも知ることは大切だね。勉強はほどほどに、で遊びまくれ、遊びまくって友達を作る、マリオしてね。昔の子たちはこういうマリオプギーってあのコントローラーパーンって死んだパーンって言って本体にこうバチコーンやってたね。でぶっ壊してお母さんに怒られて、欲しいとかなんとか言っても買ってもらえないっていうそういうことがありましたね。マリオ多分これレアだと思いますね。台東といえば、私昔あるところの台東のゲームセンターで働いていました。その時これはいませんでしたね。もう一つどうぞ、どうですか、いいよ、だってマリオだもん。 It's me, Mario。 よく買い取れちゃう、出張買い取りもいたします、そうきっともお送りします。YouTube チャンネル登録お願いします。マジでお願いしますね。今日これぐらいにしておきましょう。あ、デューって言ったらフィッシャーズに被るんで、アディオス。スーパーマリオキノコで変身、ほいえおいえ、スーパーマリオキノコで変身、ワン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 。あ、今腕がこうなることに気づいた。ここからこうなる、反対やん。こっちにはなんないです。ほらペコリーって。フォルミはいい子でございます、お願いします。おもちゃの王様、おもちゃの